はい、2本目なんですが、権利は法律に優越するかっていう話です、うん、まあしないんだけどさ、普通に考えたら法律の中の自由であってさ、法律の中の義務であってさ、法律の中の原理なんであってさ、もちろんだから条件を満たせば、それもやっぱ法律の中の要件を満たしたから自分の権利が法律のとある条項に優越することはあっても、たまたま条件を満たしたんであって、やっぱ法律に沿って判断されるわけでございますね。で、値段は何かって言いますと、最北端の地方紙を最南端の地方紙がフォローしてるって話です。なんてか、まあ、要は、最北端は、北海道新聞、我が地元北海道の北海道新聞なんですけど、で、最南端はっていうと、まあ、沖縄タイムスか琉球新報かって話なんですが、まあ、今回は琉球新報の方です。で、取材の自由、現場入りは知る権利直結、職業上正当な制限破りだって。ね。制限破り、つまり法律破りなんだけどさ。うん、不法侵入を正当化してみましたってやつです。うん、まあ、この間の北海道新聞のこの何旭川であったやつですよ。あれの話としか思えないんだけどさ。まあそれ以外にも、沖縄ではね、例えばこう、基地に入ってみたりとかさ、ね。米軍基地に特攻してみたりとかさ、まあまああるわけなんだけど、そこはね、いろいろあるとしてさ、だからそういうね、取材してるんだから、どこにでも入れるだろ、取材人はフリーパスで、どんなセキュリティでもかいくぐって入れるんだって、要は言ってるわけじゃん、こいつら。もうね、頭おかしいんじゃないかと思う。いや、じゃ極論しちゃえばさ、隣の人の家に、いや、ってか私の家でもいいや、に、取材だったからって入ってこれたって、こいつらはそれ取材の知る権利だって言うんだかって。うはらしちゃん極論すればさ、本気バカじゃないのって思うよね。うん。な、知る権利ってさ、知る権利、俺らだって知る権利行使しねえよ、そんなもんさ。わざわざ、お前に法律破れと言ってもあれ、知る権利なんて行使しねえよ。だって知る権利は持ってるのは、メディアでなくて国民だぞ。ね。あんたらの権利ちゃうねんでってね。国民の知る権利に基づいて取材する権利がってバカじゃねえのって思うね。これはひたすら罵倒してますけど、何こう、頭がお悪いのは分かってたけどさ、堂々と法律破ります宣言はさすがにいかがなものかと思いますよ。私は。いや、これがさ、なんだ筋の、お筋の方とかさ、こう、なんで背中に、こう、桜とか竜とか背負ってる方たちだったらさ、まあ、公然とやるのはさ、こう、暗黙の、むしろさ、彼らこそさ、大手を振っては言わずにさ、こう、裏ではしゃっかりやってますっていう、網を抜けるように言う、やるじゃない？で、こう、何せめてグレーゾーンをついて、とかさ、だったらまだわかりたくないけどわかるよ。法律の網を抜けて取材しますだったら、まあさ、違法じゃないわけじゃん。ね。そこは、だから試験と試験の戦いになるから、もうそれは裁判やってどうこうっていう話になるはずだから、それ、まあ、やりゃいいんじゃない？いや、やってほしくないし、認めたくもないけど、まだこうさ、この物言いよりはいいよね、よっぽどね。うん。だからさ、こう何？制限破りっていうのはさ、これがもう、要は、慣習とか法律を破ることを是としちゃってるんだよね。うん。それを基づいて取材した情報にさ、何の価値があるのかねっていう。いや、それをさ、国の諜報機関とかがやるんだったらさ、まあ、まだまださ、一向の余地はあるよ。日本の諜報能力が低すぎるから、諜報機関作って、諜報規定措置をやれっつうなら、あれってやらせろって言うんだったら、それはまあ、一向の余地あるし、ね、それで公安部とかが動くって言うんだったら、それはそれで、まあ、ありだと思うよ、私だって。だけど、それを、一メディアがやろうとするのは、さすがにノーだと思うよ。うん。いや、あんたら何様なんて思うよね。うん。メディア様だって言うかもしんねえけどさ、いそうだけどな。うん。いや、知るかと。うん。お前の権利はいつの間に日本国法よりも日本国の法律よりも上になったんだって。
お前らだってちゃんと法律に規定された業種なんだろうがって、バカじゃねえのって、本気でバカじゃねえのって。うん。ちなみに言ったけど、試験の自由はあくまで法律の中の自由であって、法律を超越してはいけないし、ね、ましてや憲法を超越しちゃいけないし、何国際法を超越したらもっといけないしさ、国際法を超越したらそれはもう国際問題になっちゃうわけじゃん。超越させた国に責任があるってなっちゃうんだよ。でその国に責任があるイコール国民に責任があるんだからさ、もうちょっとお利口になれないかなと思うよね。うん。いや、そしてさ、取材した結果さ、何が出てくるかっていうとさ、くったらないさ、批判記事が出てくるんだよ、きっと。うん。ただただ批判的な記事が出てくるだけなんだよ。何の生産性もないさ。だからメディアのこういうさ、ただただ権利を振りかざすやり方っていうのは嫌いなんだよね。そのくせだから義務を、だこの結果さ、ちゃんとした正当で公平な取材っていうのがさ、果たされてるんだったら、それでもアウトだけど、まだ情状酌量の余地があるよ。酌量しないけど、でもまだ酌量しようとしよう、できるじゃない？義務を果たした上での権利の行使だって、誤認してたんだって、いうことに持っているけど、義務も果たしてないんだぜ、こいつら。変更しまくりなんだぜ。どこに酌量しろっつーのって。ね。もう沖縄ってんだ、もう本当にさ、北の国のやらかし事をさ、南の国からフォローされちゃってさ、北海道新聞はありがとうって言ってるかもしんないけど、元道民としてはさ、どしがたいと思ってますよ。もう、地方に行けば行くほどもどかたむきしやがってさ、もうええ加減もう強制されよろって、もう破綻しろと思いますね。存在価値がない。不法を入れる、ただ不法のさ、連絡帳にでもなっとけと。記事を書くなと。写真も撮るなと。ただの、不法を載せて、天気予報載せて、テレビ欄だけで配ればええと。それぐらいの存在価値しかないよ、君たちの新聞には。むしろ、ちり紙の方価値あるんじゃねえの？柔らかいからさ、鼻痛くならないし、噛んでもさ。と思う私ありました。皆さんは、この新聞社の物言いを、琉球新報の物言いを、いかがお感じになりますでしょうか？